この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。ダニエルは先に幻を見たが、あとまたベルシャゼル王の治世の第3年に一つの幻が私に示された。その幻を見たのはエラム州の首都スサにいた時であって、ウライ川のほとりにおいてであった。私が目を上げてみると、川の岸に一匹のお羊が立っていた。これに二つの角があって、その角は共に長かったが、一つの角は他の角よりも長かった。その長いのは後に伸びたのである。私が見ていると、その羊は西、北、南に向かって突撃したが、これに当たることのできる獣は一匹もなく、またその手から救い出すことのできるものもなかった。これはその心のままに振る舞い、自ら高ぶっていた。私がこれを考え見ていると、一匹の親木が全地の表を飛び渡って西から来たが、その足は土を踏まなかった。このヤギには目の間に著しい一つの角があった。このものは先に私が川の岸に立っているのを見た、あの二つの角のあるお羊に向かってきて、激しく怒って、これに走り寄った。私が見ていると、それがお羊に近寄るや、これに向かって怒りを発し、お羊を打って、その二つの角を砕いた。お羊にはこれに当たる力がなかったので、ヤギはお羊を地に打ち倒して踏みつけた。またそのお羊をヤギの力から救い得るものがなかった。こうしてその親木は甚だしく高ぶったが、その盛んになった時、あの大きな角が折れて、その代わりに四つの著しい角が生じ、天の四方に向かった。その角の一つから一つの小さい角が出て、南に向かい、東に向かい、麗しい地に向かって華々しく大きくなり、天の衆軍に及ぶまでに大きくなり、星の衆軍のうちの数個を地に投げ下して、これを踏みつけ、また自ら高ぶってその衆軍の主に敵し、その常友の犯罪を取り除き、かつその聖書を倒した。そしてこの衆軍は罪によって常友の犯罪とともにこれに渡された。その角はまた真理を地に投げ打ち、欲しいままに振る舞って自ら栄えた。それから私は一人の聖者の語っているのを聞いた。また一人の聖者があって、その語っている聖者に向かって言った。常友の犯罪と荒らすことをなす罪と、聖女とその衆軍が渡されて足の下に踏みつけられていることについて、幻に現れたことはいつまでだろうかと彼は言った。西
2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。我ダニエルはこの幻を見て、その意味を知ろうと求めていた時、見よ、人のように見えるものが私の前に立った。私は裏井川の両岸の間から人の声が出て呼ばわるのを聞いた。ガブリエルよ、この幻をその人に語らせよ。すると彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。しかし彼は私に言った。人の子よ、悟りなさい。この幻は終わりの時に関わるものです。彼が私に語っていた時、私は地にひれ伏して深い眠りに陥ったが、彼は私に手を触れ、私を立たせて言った。見よ、私は憤りの終わりの時に起こるべきことをあなたに知らせよう。それは定められた終わりの時に関わるものであるから。あなたが見たあの二つの角のあるお羊は、メデアとペルシャの王です。またかのおやぎはギリシアの王です。その目の間の大きな角はその第一の王です。またその角が折れて、その代わりに四つの角が生じたのは、その民から四つの国が起こるのです。しかし第一の王のような勢力はない。彼らの国の終わりの時になり、罪人の罪が満ちるに及んで、一人の王が起こるでしょう。その顔は猛悪で、彼は謎を解き、その勢力は盛んであって、恐ろしい破壊をなし、そのなすところ成功して、有力な人々と生徒である民を滅ぼすでしょう。彼は悪知恵を持って偽りをその手に行い遂げ、自ら心に高ぶり、不意に多くの人を打ち滅ぼし、また君の君たる者に適するでしょう。しかしついに彼は人手によらずに滅ぼされるでしょう。先に示された朝夕の幻は真実です。しかしあなたはその幻を秘密にしておかなければならない。これは多くの日の後に関わることだから。我ダニエルは疲れ果てて数日の間病み患ったが、あと起きて王の事務を取った。しかし私はこの幻のことを思って驚いた。またこれを悟ることができなかった。